うちに初めてお友達が来てくれる日だったのにな。どうしようね、クロウ。張り切ってケーキを2人分も買っちゃった。食べきるのも大変だね。だったら手伝うよ。ケーキ食べるの。西村さん一人だと太っちゃうからね。高田くん。お見舞いに来たよ。え、今日は中止になったはずなのに。夢？俺たちもいるぞ。みんなで来ちゃった。二人ともあんまり騒いだら。そっか、ごめん。あかねちゃん大丈夫？ちょっと様子を見たらすぐに帰るから。みんなが私の家に夢でも見てるのかな。あかねちゃん？私、友達がお見舞いに来てくれるのも初めてだからすごく嬉しいよ。ありがとう、あかねちゃん。なんて優しい夢。それじゃあそろそろ。うん、そうだね。西村、これうちのラーメン屋のチャーハン無料券。元気になったら食べに来いよな。え、日野くんの家ってラーメン屋さんだったの？変なの、やっぱりこれ夢なんだ。もっとずっと見てたいな。じゃあね、西村さん、僕ら帰るよ。お、やだ。え、寂しい。お願い高田くん、一緒にいて。